はい、皆さん次がですね、先ほどよりは軽症ですけどね、内側浄化炎という形ですね。内側浄化というのはですね、皆さん骨の内側がポコッと膨らんでますよね。でこれの浄化ですか、これの少し上です。ここはですね、円海内筋という筋肉ですね。ちなみにですね、この内側の部分ですね、内側下っていうこのポコッと膨らんだ部分、ここはですね、いろんな屈筋群ですね、仙脂屈筋、伸脂屈筋とかいっぱいついてます。あと尺側の手根屈筋とかですね、こう内側頭側の手根屈筋とか、この内側の部分にはですね、こういうふうにいっぱい筋肉がついてますね。手首をこう曲げたり、肘を内側にひねったりですね、前腕を内側にひねる筋肉、俗に言うスナップ動作に関与している筋肉はですね、皆さんほぼ全部この肘の内側についてるんですね。で、ここもですね、何回も繰り返しているうちに筋肉はやっぱり炎症を起こしていきます。特徴はですね、やっぱり筋力テストですね。筋肉を動かして筋力テストをすると痛みが出てきます。僕らはですね、これ治療するときにですね、一応いろんな方向に筋肉のテストをしていって、どこの筋肉を痛めてるか、調べていきながら、処置をしていくわけですけども、さっきの痛みは、外反ストレステストってこう動揺性が出てるんですね。グラ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 、これが出たらもうすぐレントゲンって感じですね。今のは筋肉の痛みですから、等級禁止をして、きちんと処置してください。で一番はですね、やっぱフォームです。最終的にはさっきもちょっと話しちゃいましたけども、肘が遠回りしてきて強引に肘の海内と手首の屈曲で肘を押し出してこなきゃいけないと思うんですね。こういうフォームで投げちゃうと肘に負担がすごいきます。肩の内旋トルクっていって肩の内旋で投げるようなフォームになれば肘にはほとんど負担来ないです。肩の内旋が出ない位置ですよね。この位置で内旋出るとボールバンってしてきますからね。そうなるとですね、肩を水平内転って言ってこういうふうにして使ってきて肘で押し込むフォームなんですよね。そうすると肘にきます、絶対。なので皆さん、フォームを最終的には変えていかないとですね、なかなか肘の痛みって取れないんですね。なので最終的にはフォームチェックしましょう。